あ、強い。いや、半分持ってきた。ちょっとやばい、死んだ。はい、死んだ。おーい、なんだよ。ふざけん。なになに、なんか二人いんじゃん。そういうこと？ちょ、めっちゃ速い、めっちゃ速い。ちょ、待って待って待って。騎士が尋常じゃない、スピード。いや、わかんない。ちょっとさっき俺至近距離でね。あ、やばい、ルノワールが。あ、ルノワールじゃん。ちょっと待って、串刺しされた、ソラールが。スーパーボンバー食らった。やばいやばいやばい。前回までのダークソウル。お、行ったね、倒した。死んだ。おい、倒してない。うん、いや、おめんな。ちょっと、倒した。変な声出ちゃった。で、あの奥がボスってこと？そう、侵入された。え、いや、違う、宝箱に食われた。どこの？一番最初のこの面のかがり火出てさ、右と左にそれぞれ左右対称に巨人いるやん。うん。あいつの後ろに宝箱あんの知ってる？いや、知らなかった。あそこに一個ね、一食いる。開こうとしたら食われた、死んだ。欲武器。でもお前そいつ倒したらめっちゃ強い武器出た。何？え、結晶のカルバート。ハルバート。え、これさ、でもなんかお前壊れるとか言ってたじゃん。あ、大丈夫だろ。でもこれクソ強えよ、マジで。マジで？え、クソ強え、ビビった。だってそもそも攻撃力槍なのに200とかよ。え、もう火じゃなかった。侵入されてもそれで戦うぞ。で、やっぱね、身軽な方がいいね。やっぱマッパーズ、マッパーの方がいい。やっぱ新しいダクソのマッパーズ。うん、なんだそれ。あ、でもこれでもうあれだわ、あいつもなんなら復活できるわ。新しい学校じゃねえや。なんだっけあいつ。前のせいでも名前も忘れちって。誰だっけあいつ。何、なんか黄金の戦士。ジョジョ。ジョジョじゃねえ。ソラールズ。あ、そう、ソラールズじゃねえよ。角の卓造じゃねえよ。うるせえ、黙れよお前。ソラールとの対話がね、俺のルーティーン。ルーチンフォーザピーポー。あとね、ちなみにね、先に進む道俺見つけちゃったよ、この続き。変な光があった。ああ、そこね。知らねえだろ。でもお前入れなかったろ。まだ入ってないと言った方が近いね。資格がねえから。あ、そうなの、資格がないと入れないの。うん、まだそれは一級建築士の資格がないとな。この竜骨みたいなのもやっぱ攻撃力高えな。高えよ、3発で巨人殺せるわ。めっちゃいいよそれ。めっちゃいいんだって。だからでも、ただやっぱこれ使うにはもう裸で行くしかないよね、基本的に。裸一貫男なら。俺たちのさ、ポーションの目的忘れたん？何？裸でクリアっていう。言ってねえよお前。もうあの頃の俺はそんなこと言わねえよ。やっぱね、良くないと思うんだよね。でもね、これ最初ね、裸の方がいい。やっぱ雑魚的裸だったらこっちの方が圧倒的に早いからすぐ殺せるわけよ。そうなんだよ。だから最初やっぱ余計な防具とかつけなきゃよかった。そしたら慣れてた。ただのものが強いだろやっぱ。逆にね、逆に持ってない方が強かった。でもあと、なんか防具とかつけてるとやっぱそれに頼っちゃうじゃない。ああ。満身じゃテクニックがやっぱ磨かれないよね。テクが。うるせえ。テクでしょやっぱ。いつやるの？テクでしょ。いや、かんねえよ。時間聞いてんのにお前、なんで技術なんだ。悪いのは全部君だと思うでだ。お前、やべ、お前の世界のさ、ボス倒したら俺の世界のボス倒してね。あ、やべ、死んじゃった。お前が変なこと言う。おーい、やべ、ミスった。お前すぐ人のせいにするずじゃん。うるせえ。いいよ、じゃあ手伝ってやるよ。俺が召喚されてやるよ。逆パターン。逆パティン。あとどんぐらい？今、どこ？どこ？今どこ？エレベーター、エレベーター、今エレベーター。もうエレベーター来たん？うるせえな。うるせえな、お前マジで。パッパーじゃねえ、バカみたいな声出すなよ。お前最近何の漫画にハマってんの？漫画勝負しようよ。どんだけお前俺の漫画のあれなの？漫画勝負。日本三国ちょっと読んじゃったわ。何日本三国って？前言ったやん。何聞いてねえよ。今工藤が一番読みたい漫画。どういう漫画？ゴールデンカムイみたいな漫画。それは聞いたわ。で、わかんねえよっつったわ。あ、見せた。めっちゃ進んでたわ、気づいたら。なんだよ、めっちゃ進んでたって。
気持ち。あ、かけた。この持久力を上げていくわ、どんどん。持久力筋になってる、今。何持久力筋って。お前一人で回収するスタイル。人かいじゃん。お前が遅いんだよ。お前もっとツッコミを早くしろよ。タラタタタお前も一人で回収してるじゃねえかよ。一人で行って一人で笑って。さすがにしつけえな。本当だよ。で、お前のしつこさはやっぱね、あれだよね。ほんとしつこいよね。うん、だって、例えてくんね。どんぐらいしつこい。どんぐらいしつこい。もうね、歯についたあれぐらい。青のりぐらいだね。おい、水飲んでたらエスカレーター取り残された。ちょっと取り逃がしたわ。一回行ったエスカレーターはね、もう二度と戻ってこないよ。来たけど。覚悟の話をしたから今別に。なんで覚悟の話。そういう覚悟で行けっていう。なるほどね。まあ、確かにね、一度逃したものはね、もう二度と来るかはね、限らない。いつでも上がってくると思うなよ。俺とお前の人間性。おい、サインねえじゃん。うるせえな。サインねえじゃねえかよ。どこに書いたんだよ。結構間違えて先の方に書いちゃった。何先の方って。うん、丸い円盤あるやん。あ、別にそこまで行くよ、じゃん。そこの手前、丸い円盤のこの切れ目。ああ、あったあった。消えた。え、あるよ。でも俺らデーモン倒したからな。あのデーモンの方がボスより強いんじゃね。いや、お前ボス行ったらわかる。俺がなぜここのボスにここまで苦戦してるか。じゃあお前、俺が入ったところじゃん。え、でもお前ソラールとは一緒にやってんの。やってない。あ、じゃあ俺とソラールが入ったらお前可能性出るよ。確かにな。だってあのヘイトが分散できるから。もうそれだけで強いよな、マジで。人がいるとそれだけ。浮いてくれるだけでいい。うん、うん、俺もなんか逃げ回ってくれるだけでいいわ。男なら裸一貫や。うるせえな。お前さっき自分で反省してたやん。しつこいって。しつこいぞ。早く来いよ。おっせえな。裸なんだろお前。俺持久力めっちゃ上げてるよ今。レベル4段階ぐらい上げたから。4段階。ダンカンバカやろ。うっせえな。4段階。ペヨンジュンみたいに言うな、お前。ペヨンジュン。あ、もう来た。ペヨンジュン。あ、びっくりした。クライバゴーン。あ、強い。いや、半分持ってくった。え、ちょっと待って、やばい。死んだ。はい、死んだ。おーい、なんだ。ふざけん。もう、いつ動いたの、あいつ。ぺちゃんこにされた。異性だけで誘惑まで来れたね。今死ぬよ。うるせえよ。今死ぬよじゃねえもん。死んだんだよ、こいつは。死んだ？こいつは。もう終わりか。ふざけんな、なんだあいつ。もうちょっと。暇すぐる。調子乗ってるとダメだな。ちょっと一から、やっぱこのゲームほんと改めさせられるね。こうやってさ、なんかもう巨人は余裕だろみたいな。調子乗ってると足元見られる。ああ、エルバフは余裕だよってな。エルバフはやっぱ。なんでエルバフって、お前もう遡りすぎなんだよ。お前それ2巻ぐらいの話だろ。2巻だよ。エルバフの戦士。エルバフ。あれでもそれあれか。そんな前じゃねえか。あの、あれぐらいか。ビビ、アラバスタの前ぐらいか。だいぶ前じゃねえか。あれ、ミスターさんとかだろ、確か。なんで。お前声入ってねえんだよお前。それちょっとお前それあったな、設定ディスコの声高すぎて声が入んないんだがね。お前のその多分笑い声切れる原因それだわ。 I couldn't look back。 お前めっちゃ高い声出して。え、文字出して出して。え、お前出してる高い声。え、でドレミファソラシドみたいな感じで高い声出したりしてみて。ドレミファソーラファミ。戻んなよ。同じところやんなよお前。張り詰めた指の。戻るなよマジで。でお前サイン書いたの。召喚したよ。行くよ。おい、お前ミュートになってるよお前。あ、これミュートだよなお前。あ、でもミュートになってんだよ。あ、ミュートになってた。うん。聞こえてた。
何にも聞こえてねえよ。何喋ってたんだよお前。全部え俺の声が聞こえてるか選手権。ずっと一人でやってたんじゃ。聞こえてる？聞こえてる？つって。きめえな。えこれ。あやべ。高音聞こえる？二体来ちゃった。やばいやばいやばい。早くうるせえから。高音じゃなくて。やばい2体来ちゃった2体来ちゃったいいからもううるさいうるさい、うん、聞こえる今のは聞こえるでお前のじゃあ何歌ったえあのもののけに早く来てくんだよ早く来てくんないから俺のすあれが取れないんだよ行くぞヤックルうるせえうつべしうつべしうつべしやべ両手持ちしてなかっためっちゃ重かったわ俺の拳で危険パンチあ何やってんだよバカじゃんただのバカさばあばお前死ぬよ今死ぬよお助けてくれた俺そうおかっこいいへっ俺様のビギに良いなビギビギマンビギマンめっちゃ来てるよこいつ強えあ、くんのかよ。ちょっと待って。俺様のビギが。俺様はビーガン。お前、かけらもビーガンじゃないやん、お前。いろんな肉、あ、なんか出した。待って。デモンのやり。何？一番いい技を見つけたわ。何？あの、モーションが少なくて済む技。どうやんの？普通のモーション、まず普通、誇張しすぎてない。R1 ねこうですけどもはい誇張しすぎた R1 はあ、クルリンパねでさあねあ、クルリンパいいね、クルリンパ早くねあ、クルリンパやってこうちょっとあいつで試そう、クルリンパお待って、他にいるあ、そっちかお前、ついに盾もなくしたかうん、もう盾なんていらねえただちょっと巨人でしか戦ってないからまだこの威力はわからない強い相手がひるむあやべちょっと待ってやべ助けてやべやべちょっと待ってやべねほんとやべ盾がないんだ何やってんさあちょっと後ろになんかいるんだしかもちょっと待ってなんだなんかいるぞ後ろにあれだよ鍛冶屋だろあ鍛冶屋かすげえのがいるかわいそうだよ鍛冶屋が後ろにすげえのいると思ったんだよやべえやついると思ってこんなあれかさっき倒したやつが復活したのかなと思ったらあ今死ぬとこだったわあやべやべちょっとやべやべやダメだなちょっとやっぱ早いやつは立てないときついなちょっとひよるか酔ってるやついるいないわよねむぎちゃんどんな声してんだよお前あれ俺とんて装備したよな今あれちょっと待って俺の全てがなくなったんだけど置いてきた あったこの攻撃ダメだ弱いなてか俺この武器で挑む気ねえんだよなそもそもまず俺はもうこれ一択よ普通に俺はこれでいくわてか強いんだったら俺あ魂結晶のやつ使ってみようめっちゃ早い見てこの動き俺の方が早いよ。何その体持ってかれてんの何何なのまず俺の意思で動かしてねえから。何どういうこと何その体持ってかれてんの何それ両手持ちしただけで。両手持ちしたのその。なんで両手持ちしたその持ってかれるようになるのおすごい、見て。新技を見っけてよ。何行くよ気持ち悪いな、ほあ、なに一回下がってからの。あ、間違えた。二回、フェンシングできる、フェンシング。お、すげえ。あ、一回下がってからの突き。あ、こっちも早いじゃん、しかも。何やってんだよ。裸の頭の本当だよ、気持ち悪すぎんだよ。練習。いや、でもこういうね、あれが大事よ。よう、カジヤ。死ね。お、やめろ、俺んちの矢じゃ。どこ行くの？え、ボスこっちでしょ？あ、ボス。え、ボス。
あ、正面から行った方が早くね。まあ、あ、そっか。なんでこっち来たんだよ。いいよ、いいよ、行って。いいよ。こっち帰ってめんどくさいよ。一緒じゃないよ。こっち帰ったらなんかいっぱいいるよ。海はし。なんでこっち、先に言えよ。じゃあ、お前が急になんか上行くからさ。違う、もう左に行った時点でなんか巨人倒してまっすぐ行けばよかったよ。それはお前、英語だよ。何がだよ、英語じゃねえよ。てか、お前、よみがえってんじゃん、なんかあいつ。あいつ何不死身なん。ああ。それでお前、手こずってるということか。え、これ2体とももしかしているってこと、すでに。うん。あれは倒さなくていいんだよ、だから。ちょっと待って、でも、あいつ、あいつ呼ばないと。タルカスを呼ぼう。タルカスでも、こう、タルカスじゃねえよ。ラーソル。お、ちょっと待って、今、いっぱいいる、いっぱいいる。ちょっと待って。なんか違う、いろんなやつがいた。騎士がいた、やばい。やばい、ちょっと助けて、ここ、上来て。騎士がいる。俺、おっきいのに捕まって、今。やばい、これはまずい。これは全てがまずい。ソラール戦っちゃうんじゃね、コンピューター。あ、戦ってるわ。あいつ、ボスに行く前に死ぬ可能性あるぞ。なんかすげえ、バコンって言うけど。じゃあもう一気にボス行っちゃうよ。もう前らの戦いを。もうボス入ったらみんな来るっしょ。うん。急げ。ボスに行くんだ。あいつらに、かまちゃいられねえ。よし、来い。タルカスも来い。タルカスじゃねえや。てか別にソラールが来るんだから、あいつ召喚しなくてよかったよ。あの俺が殺したやつ。お、なんだこいつ。そしたらもう一体召喚できた。なんかすげえのいるけど。なんだこいつ。でもこいつ動、なんかいっぱいいるやん、後ろに。やばい、これ騎士から殺さないとやばいパターン。え、ちょっと待って、強い騎士？なになに、なんか二人いんじゃん。そういうこと？ちょ、めっちゃ速い、めっちゃ速い。ちょ、待って待って待って。騎士が尋常じゃない、スピード。ああ。え、なんで俺しかいないの？あ、いた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 。え、タルカスは？騎士は任せろ。あ、やば。うまい。あ、そっか、これ防御してたらスタミナが回復しねえのか。待って、あいつは、相撲は。これ背中バンねえよな。やばい、相撲が。まず騎士から殺せ。ソラール。ソラール死んだ？ああ、もうリンチだ。ダメだ、ソラールも。ソラール死んだ？だがあいつは大人になって。何を言ってんだよ、お前。もうちょっとなんかお前、的確な。あいつがやってくれてる間、よし、倒した騎士。あ、死んでない。あ、なになに、どうだった、どうだった。倒した。おっしゃ、ナイス、早い。だが、ここからなんだ。なに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 。え、なに。切れた。やつが。フュージョン。なんだよ、フュージョンって。フュージョンしたの。電気をもらったの。電気の力で、へいへいへい。スーパーサイジンみたいじゃん。クリーンみたいな。全回復や。え、じゃあ最初のあいつ攻撃してる意味がないんだ。片方殺す。あ、ソラール死んだ、終わった。マジか。でも俺がいる。ちょっとこいつの攻撃全然見てないんだよ俺。ちょ、まず様子を観察させてくれ。すまん。え、ちょ、なんだ。あ、いいよ。おい、一気に二人死んだよ。いや、俺は諦めないよ。俺はだって今実力ついてるから。まずちょっとこいつの出方を伺う。自力自利品だ。処刑人相撲。なんだそれ。うお。処刑人と聞いて何を思い浮かべますか。そうですね、処刑人。おい、アキュラですよね。俺の体勢を見、もうあれすげえ、360度全方位に攻撃出たわ。びっくりしたわ。ああ、完璧にかわしたと思ったのに、もう、ダメだわ。なに、もしかして俺らのこのスタイルが見抜かれてる？え、お前はなに、いつもあいつが一人になってからが倒せないの？あのさ、今のさ、360度雷攻撃みたいのめっちゃ強い？もしかして。ああ。あれ、盾で防ぐべきだよね、多分。無理だよね。かわせなかったもん、今。いや、そこは判明してないよね。正直。全然進んでねえや、お前。やばい。ソウルが。いや、あれ2対1でやるのめっちゃえぐいのよ。いや、最初確かにあれ2対1きついな。どうやってやんの、むしろ。いや、距離取ってたらなんか槍が突っ込んでくるし。うん。近づいてたらなんか相撲がバーンってやってくるし。このゲーム一人でクリアしてる人たち何バカなの？頭おかしいの？
いや、もう土地狂ってるよね、結構。すごすぎない？プレイ動画見たけど、うん。もうわけわかんない。なんでわけわかんないやつしかクリアできないゲームなんだ。それでわけわかんないやつに侵入されたら、それは勝ち目もねえわ。でもあいつもしかしたら重装備にしておいた方がいいの？え、どこに書いたのお前。あ、なんで俺手前に書くんだよ、もう。なんで俺が毎回サイン探さなきゃいけねえんだよ。はい。何のはい。でもさ、あれ、とりあえず騎士をまず殺した。え、じゃあ先にでっかいの殺した方がいいんじゃないの？いや、逆もまたしかりで。騎士クソ強い。え？騎士がクソ強くなるってこと？あ、でかくなる。ああ。どっちもどっちなんだよね。いや、まだ、相撲の方がいいかな。動き遅いから。でかくて速いと、もうわけわからん、ボルギーニ。てかさ、左から行った方がいいかもね。ソラールがちょっと、ダメージ受けちゃう。いや、俺気づいたんよ。何？お前のが侵入してムービー終わるまで入れないの、俺たち。うん。その間に詰められんのよ。だから俺入った瞬間バーンって後ろからダメージ食らって。え？どういうこと？どういうこと？だからあの大きい騎士の攻撃で。え？何？じゃあ、ムービーが終わって入ったらもう俺は戦ってるってこと？違う、じゃあ、お前が、うん。ムービーとか終わっ、ん？いや、違うな。なんか間があんのよ、とりあえず。うん。お前が侵入して、1、2、3秒ぐらい。うん。だから、その間に後ろからなんか攻撃受けてて。あ、何その、あの、でっかい奴らにってこと？二人の。そう。え、どうするどうする？まず、あいつを呼んで、でも上に騎士が来んのよ。で、やっぱ左上から行った方がいいと思うんだよね、俺。で、お前ら左上で待機してて、俺が侵入して、お前だから左上で待ってればいいんじゃない？うい。だからこっちから行こうぜ。で、まず、お前来てる？お前その武器は舐めてるよ、でも。嘘。さすがに。いくらな。超強いよ、でも。ここの騎士をまず殺して。いや、超強いけど、だって、かわせないやん。よし、ちょっと待って、一回、ちょっと待って、お前まだ行くなって、お前行くなって、なんでお前行っちゃうんで、ほら、来ちゃうじゃん、ちょっと、ソラール召喚させてくれよ。ちょっと、あいつ、ちょっと、お前行くな、お前、ここで待機しとけ、お前、ほら、登ってきちゃったよ。帰って。え？逃げた。じゃあ、俺がソラール、お前、ここで待機したら、俺がソラール召喚して、一人で入ってくるから。そしたら、お前も行けるっしょ？ういで、このうちに、よし、入った。やばい、俺一人！よし、行くわ。え、何行くわって。え、何もしかしてこの扉まで来ないと入れないの君たちも。そうだよ。ちょっと一人で行った意味ねえじゃねえかよ。バカかよ。もうこう入っやばいやばい、ちょっと死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっと待って、ちょっと待って。やばいやばい。大丈夫。片方ヘイト俺向いてくから大丈夫。ソラールが来てないの。あ、ソラールどうした？あ、全然一体だったこの敵強くないわ。うん。やべ、やられた。じゃあ俺は、え、ちょっと死ぬなよ。ソラール。え、でもこいつ攻撃してても意味ないんでしょ？何が？え、このでっかいのは回復しちゃうんでしょ？回復しちゃうっていうか、あの、片方が死んだら回復するよ。え、だから今攻撃してても意味ないってことでしょ？あ、そう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 。どっちするそっちするする？でも俺ヘイト引き継いでた方がいいね、こっちで。うん。同時に倒すか？な。なんかそんなのあったな、どっかで。なんだ、なんかそういう同時に倒さないといけないみたいなのあったな。あ、やべ、俺ソウル取っとかねと。だいぶ楽だよ、これ片方なんだとしたら。もう避けるだけなら全然余裕だわ。あ、やべ、当たった。もうこっち死ぬぜ。あ、やべ、俺も死ぬ。全然余裕じゃねえか。あ、え、なに、もう死んだ。ちょっとえぐいな、やっぱ盾必要だな。え、ちょっと、もう死んだの、スノー倒したよ。え、お前死んだの。うん、え、マジかよ、やばい、騎士がこれで強くなるの。そういうことになるな。やばい、俺とルノワールの、ルノワールじゃねえ、なんだっけあいつ。なんで喫茶店なんだ。なんでお前喫茶店に戦うんだ。誰だあいつ。ちょっと待って、やばい、騎士がでかおーい、せっかく 3-1 だったのに。あー、でかくなでかく、お前がこっち受けろよ、じゃあ。でかくなったよ、もう。やばいって、もう死ぬって、こんなん。ルノワール来んの？お前逃げてくんなよ。お前戦えよ。工藤が、息してね。ああ。
あ、でもルノアールに攻撃が向いてるぞ。うわ、ヒップ、ちょっと待って、ヒップドロップお前ヨッシーか、なんでお前全然騎士っぽくないぞこいつの攻撃。今めちゃめちゃヒップドロップしたぞあいつなるほど、これがやべえんだな。どっちの方が良かった？いや、こっちの方が弱い気がする俺的には。ほんと？いや、わかんない、ちょっとさっき俺至近距離でね、あ、やばい、ルノアールが、あ、ルノアールじゃん、あちょっと待って、串刺しにされた、ソラールが剣にビリビリに串刺しにされた今。やば、そんな技あんだ。あ、やばいやばい、俺も串刺しに、やばいやばいやばい、ソラール回復させてくれ、ソラール、ソラールと俺の剣闘が、お、早い、あ、すげえヒップドロップすんだけど、なんでだよ、騎士じゃないじゃん、なんで騎士がヒップドロップすんだよ。ドンキーだった。でもやっぱこれ身軽な方がいいな、マジで。お、なんだ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 、その攻撃。でもやっぱこっちの方が弱い気がするんだけど、わかんない、さっきちょっとあいつのなんかすげえ技を最初に食らっちゃって終わったから。ああ、そっか、多分サブあいつで言うこいつの、あ、これ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 、ヒップドロップやっぱ近いとやばいわこれ言うて。あ、死んだ、あ、ちょ、ガード深かよ、ガード深かよ、ガード深かよ、何その捨てゼリフ。いやでもいけるぞこれ、俺3人で生き残ればいける絶対、騎士だったら。あ、それあるかな、ヘイト寄せといてくれりゃいいんだけどな。うん、あいつが今、ね、機能してねえからな。いや機能してたよソラール、割とこっちに。うん、だお前だ、1人になった方はマジで、だ2人の方が倒せるから多分、あの最初の2体は。だ1人の方はマジでその生きることだけ考えていいと思う。だ多分俺とお前で2人で分かれてどっちかにルノアールが来るじゃん。うん、でそしたらそのルノアールが来た方は倒して、来なかった方はもう命大事に。先にスモを倒したんじゃないの？ん？あそこスモを倒した方がいいか。いやでも多分どっちも変わんないと思うよ。あでも多分スモの方が攻撃範囲が広い、おそらく俺の見立てだと。ああ俺攻撃範囲が広いの苦手だから。ああ今2人だったらまあまあいけたよ。でやっぱ身軽な方がいい。てか俺違う、まず今衝撃的な、俺ボスのために決勝の武器取っておいたのにそれ使ってなかったわ。てか多分 2-1 で分かれたらルノアールは俺の方来るからお前が絶対一人になるんだよ。あ、そっか。だからお前が生き残れば勝てるこの勝負。いただきや。なんでもさ、スタミナあんだよ、スタミナお化けかよ。お、怖いね、スタミナお化けだけは何弁だね、何言ってんだよバカみてえだよ、スタミナをべき敵は勘弁でねえじゃねえよ。ちょっとお前一人ずつ呼んでよこれ。まず忍者でござる、あ、来たでござるよ、おじゃるよ。え、なんで食らったんだ今、やばいやばい、グラララララ。俺はワンピースでおなじみ誰？ポールティロジャーそんな、あ、びっくりした、あんだお前いきなりどっか来たんだよ。そんなキャッチーなキャラじゃないんだよ、あいつ。もっとグハハハ、グハハハハみたいな感じなんだけど。ゴールディードジャー、俺はゴールディードジャーじゃねえ。なんでこいつ耐性、しょうがねえな。使うか。ガトツ、ゼロ式。うるせえ。黙れよ。さっさと使っとけよ、じゃあゼロ式。あ、ここにいる。圧倒的破壊力。ガトツ、ゼロ式。うるせえな。あいつなんか落とした。お、竜狩りの親。やがっても弓がねえんじゃ引けねえよ。グラララララ。うるせえ。じゃあもう一回戻る、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 一回戻る。ちょっと。ソラール置いていく気かお前。うん。あ、でもソラールいねえてやべえな。ちょっと。あいつ勝手に戦い出すぜ。じゃあ一緒ついてこいよ。お、任せろ。服部半蔵、参る。行くぞ。急げ急げ。あ、ミスった。グララ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 ラ。いるじゃねえか。あぶね。だ、ソラール大丈夫か？今の一撃食らってないか？これすぐ入れるから、今なら。あ、ちょっと待って、縦装備してね。やばいやばい、装備ミスった。ちょっと待ってくれ。装備ミスった。やばいやばい。ちょっとどうしよう。ね、やばいやばい。早く。俺ヘイトを、あ、無理だ。ちょっと、オッケー。あ、ダメだ。ちょっと待って、騎士が。やばいやばい、どうしようどうしよう。ソラール。無理だろ、質問。やばいやばい、避けれん。ちょっと装備が間違えちゃった。
やばい、ちょっと騎士早えって。しかもあれ装備あるやん。なんだよもう。よし、じゃあそら逃げ気はきついって。え、お前死んでないっしょまだ。ああ死なないでござる。あ、これやばい。わ、受け方が。あ、いていていて、やばいやばい、食らっちゃった食らっちゃった、やばい。ちょっと騎士は、騎士どこにいる。竜騎士がいや。え、ちょっとこれやばいな。殺せ殺せ。やばい、ヒップドロップ、いい顔し。やばい、裸の持たざる者だからこそやれる、はい、この戦い。 あ、ヒップドロップ。よしよし、潰された。やれ、早く。あ、倒した。よしよし、これで竜騎士が。あれ、竜騎士はどこ行った。あれ、ソラール、なんかボーあいつただ突っ立ってたけど。よしよし、これで3、1か。ちょっとまずお前は戦い方見た方がいい。だいたい3パターン。近づくとヒップドロップ来るから、それがマジで強力。結構一撃食らすよ。で、やり投げもあるし、あとたまにちょっと離れると瞬身の術使ってくる。竜騎士がいや。やばい。パワーアップ。え、ちょ、どこにいる？おい、やばい。来るぞ、竜神の槍が。なんだ、竜神の槍って。俺が勝手に命名してるけど。クソダセえ。あ、やめ、ちょ、ちょ、ちょ、俺に来た。ほら、これ、これがある。だから、近づいた方がいい。でも、近づくとヒップドロップもあるから、中距離を保った方がいい。でも、全然縦で防げんな、槍は。あ、ソラール、いい、いい。やばい、やばい、俺が死んだら終わるんだ。やばい、俺が死んだら終わるんだ。俺にヘイトが向いてるんだ。なんでお前、ソラールいないの？いる。お前の違う、お前のマップ。やばい、やばい、ヒップドロップ買った。やばい、ちょっと待って、やばい。まあ、俺、人間性使ってねえからな。あ、人間性使わないため、やばい、ちょっと待って、やばい、やばい。俺に来てる。かゆ、顔がかゆ。顔がかいじゃねえ。全くね、こいつ全然減ってねえぞ。誰も攻撃してねえもん。嘘だろ。あ、ミスだ。おお、ソラール死ぬな。終わった。マジか。ソラール。お前の仇はケツに。どんぐらい今ダメージ？半分いった？いや、半分もいってない。やばい、避けきれない。あぶねえ、避けた。あ、やばい、ガト通っちゃった。バカ野郎。ガト通っちゃったじゃねえ。やばいやばい、クラッチした。ヒップドロップが。やばい、お前に言ってるよヘイト。あ、ダメだ。え、何がダメなの。いや、だ大丈夫大丈夫。怖い怖い。スピードしたな。早い、当たんね、リーチが、早い。ガト通やってる、あいつも。やばい、なんだそれが。やばい、電気ビリビリあり。これ好きだぞ。でもあ、今のやばいね、早いね。俺の方が早い、かわしきった今。あ、分身。やばいやばい、分身。瞬身、分身かと思った。瞬身の術だったって。俺狙われてる今。お前後ろから攻めてくれ。俺が狙われてるこの隙。やばい、押し込まれてる。やばい、これはまずい。やばい、あ、食らった。あ、やばい、お前ヒップ、エルキ版。やばい、ちょ、お前逃げろ。やばいやばい、ヒップが。あ、2連チャンだ。とりあえず結婚に触っとくわ。触んなよ。やばい、瞬身誰で言ったんだ今。どんぐらい、まだ半分。やばい、体力かな。ちょっとスタミナ回復するわ。やばい、ヒップ。いや、え、一撃だった。ちょっと強いな、あれ。なんかさっき俺そら、やっぱ確かにこっちの方がいいな。いや、こっちの方がいいと思うけど、やっぱ強えな、言ってても。相撲より。これちょっと一人きつくないか。一人きつくないか。お前もうナチュラルに口癖になっとるやん。なんだよお前。ヒップドロック強くないか。ちょっと強えな。いや、だいぶ強いわ。やばいわ。てか、また武器ちょっと間違えたわ最初。ハルバード先輩使うんじゃない。ハルバード先輩、ハルバード先輩使うよ。てか、これハルバード先輩さ、でも多分これ修復できないんだろうな。いやー、ちょっとなんかむずいなあいつ倒すの。全然攻撃なんか、さっきな、やっぱあいつと2人の時なんか結構いった気がしたんだけどな。気のせいか、俺が邪魔だったってか。俺が足手まといだったっちゅうことか。
そう言いたいんか。分かったよ。もう二人で好きにやって、よろしくやって。いいよいいよ。俺はもうずっとシールド、ビッグシールドガード。ビッグシールドアーマー。俺がさ、あのちっちゃい槍にさ、ひたすら追い回されてる間さ、お前らはイチャイチャしててさ。でも二人倒す、早いねお前。いつもさ、やっぱそのガードをさ、してちゃうんだよね。わかる？怖くて。でもガードをさしてるとさ、体力戻んないじゃん。わからない。それがやっぱ抜けないよね。今がチャンスや。うぜえ、お前のその、キャトツみたいなやつ。今のうちにソラールを。よし、行っか。もう行っか。全員来い。来てるか？ちゃんと。ついてきてる？おう。よし、行くぞ。あ、武器変えてえな。あ、これがあるからいつも俺武器変えらんねえんだ。くそ。まあいいや。ちょっと落ち着いたら変えるわ。いや、来た。いやー、じゃあ、勇気し、あ、そっち行った。やばい。二人来た。ヘイトが俺に二人。ヘイトが俺に二人。オッケー。あの、オーンスタインはこっちでやってるわ。え、あいつは太陽の騎士。うん、あいつはサボってる。うまい！うまい。え、太陽の騎士は？入ってきてないの。どうしたあいつ？死んだんじゃない。前のザコと戦ってんじゃん。え、マジで入ってきてなくね？俺召喚した？召喚されてたよね？やばいやばいやばい、ひっ、ひっぱたかれる。やばい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 、ちょっと待って待って、やって、助けて。なんで太陽の騎士来ねえんだよ。なに、太陽の騎士どこ行ったの？飛ばされた、危ねえ。え、ちょっと待って、マジで太陽の騎士どこ行ったの？あ、だからあいつ外の敵に捕まってんじゃん。なんでだよ。何してんだよあいつ、マジで使えねえな。衝撃的な使えなさやん。やばいやばい、死にそう死にそう、マジで。ちょっとこいつ強えぞ、一人でやると。先こっち倒そうか。じゃあ、うん、それが良さそうだな。先倒せる方倒そう。こっちの方が多分戦いやすいよ、一人で。ちょっと待て待て、やばい。やると多分後が大変なんだろうな。ちょっとやばい、死にそうマジで。じゃあ俺はちょっとかわすまんになるわ。うん、これなんかハンマー押しみたいのがうざすぎる。あれね、あれやばいよね。全然避けらんねえ。あー、もうこれどうやってかわすんだこれ。前だな。やべやべ、死ぬ死ぬ。ちょっと待ち、あとちょっと。やばいやばい、マジで死ぬ。やべ、死ぬ死ぬって。お前、あとちょっと、一撃だ。ああ、よし、ナイス。ああ、疲れた。離れといた方がいいよ、相撲から。てか太陽の騎士どこ行ったんだよマジで。何が太陽だよあいつ。入ってもこれ死んだのか。なんか引っかかってんじゃん。どこに引っかかってんだあいつ、マジで。ほんと一番重要な時に使えねえな。強えんだよな。やっぱこっちの方が強えよな、冷静に。おそらく、やばいやばい、進行機がやばい、やばい、棒に。あ、死んだ。やばい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 。なんかめっちゃ食らうんだけど。ちょ、待って待って、マジでやばい、ちょっとマジでやばい、回復させてくれ。よしよし、ナイスナイスナイス、いいいいヘイト。あぶねえ。ちょっとその間に武器変えるか。よー、そうくるか、広いな。あ、ドスン。え、何食らったの俺。地響き。なんだそれ、やばいな、地響きって。マジで。今どんぐらい？あ、でも、まあ、3分の1は食らってる。いいぞ。2人でいけるぞ、これ。やばい。やばい、これやばい、これまずい、これやばいやつだ。あ、大丈夫。これがね、やばい。今のやばい。スーパーボンバー。スーパーボンバー。これがやばいよ、スーパーボンバー。ハンマーをさ、なんかどっかにさ、やれたりしないのかな。やべ、スーパーボンバー来そう。なんだ、スーパーボンバーって。お前が言ってたの、スーパーボンバー。スーパーボンバー食らった。やばいやばいやばい。生きてた、でも。奇跡で。ちょっとお前、ヘイトを向けてくれ。攻撃してくれ。向けてるよ。ナイスナイス。いいヘイト。スーパーボンバーがやばい。このスーパーボンバーがやばい。なんだ、スーパーボンバーって。スーパーボンバーが熱い。あ、やばい、死ね。あ、違う違う違う。お前が死んだら、勝てないんだ、このゲーム。あ、
俺の決勝が信じたい。危ない、行った方がいい。あ、これでも半分いってる、半分いってる、マジでいける。これやっぱ決勝強え。帝王、決勝との知ってるか、決勝との帝王、決勝と、うん、決勝と、あ、今何食らったんだよ。もうなんか何何何、今何を食らったの俺は。後ろからなんか、背後から何か、やばい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 、スーパースーパーボンバーあるぞ、そろそろ最後の、やばい、あとちょっと、あとちょっと見てみよう、お前体力バグったバグった。あとこれいけんじゃん。お、すげえ、何もう、え、何何がええなの。ああ、なんかラグがすごかった今瞬間。スーパーボンバー、危ねえ、決めろ。あ、ガトツ出なかった俺。あ、ダメだった。殺せ、あ、倒せる、あと1。やばい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 、調子乗った、やばいやばい、待って待って、スーパーボンバー、やばい、何これ、何これ、危ねえ。あ、ちょっと待って、エストビンがもうねえ。ちょっと待って、ちょっと待って、エストリンもうね、ちょっと待って、やばい、マジでやばい、これはやばい。だから、あとちょっと、危ねえ。え、でもちょっと待って、もう、地域でもかつ、ちょっと、やばい、まず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 い、やだよー、もうやだ、死にたくないよー、ガトツ、やばい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 、マジでやばい、ちょっと待って、本当にやばい、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 あ、終わった、終わった、やばい、やばい、逃げろ、ちょっと待って、回復。危ねえ。あと一撃だよ。一撃だよ。一撃だけども、俺も一撃なんだよ。あ、そうなん。それがやるしかねえか。お前も一撃？いや、俺回復したから最後。やばい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 。ちょっと怖すぎる。あ、やばい。あ、やばい。よっしゃー！殺した俺が。ナイス。しゃー！でけー！しゃー！おぉ、スーパーボンバーが勝ったじゃないの。勝った、成し遂げた、やば。でもちょっと体力ないんだけど。でもこの先お前どうするか知らないっしょ。うん、でもどうしよう、俺体力ないんだけど。なんかエスカレーターあるよ。でもちょっと一回戻りたいんだけど、かがり火なんなら。でも体力マジでないんだけど、これ大丈夫？なんか2つ行く場所あんだけど、これこのまま行っちゃっていいの？お前の思う道を行くんだよ。死ぬよ俺。まあいいや、じゃあ戻れば1回、右から行くわ。ソウル7万もあんだけど、ちょっと戻りてえな。めっちゃ金持ちやん。レベル5上がるぞ、でけえな。あ、なんかちょっと怖えな。なんか普通に道なんだけど、これ大丈夫か。あ、こがり火ゴッド、よーっしゃ、よっしゃ、でかっ。お前、分かってるね。持久力に全振りするわ。いやー、よし。じゃあ、お前のボスを倒すか。俺が人間になる番か。とうとう、お前人間さんあんの？うん、うん、あるよ。じゃあ、お前のボスを倒して、あれだな、お前に、先に進めてもらわないといけないな。ちょっと待って。なんでて。いや、ナビがいないと、やっぱ。ちょっとバカ野郎。もう分かんない中でやんのが楽しみ。バカ野郎じゃねえ。バカ野郎。どうやって戻ればいいの俺。でも俺まだ人間なんだけど。これ人間どうすればいいの。人間で侵入できんの。ああ、まあいいか、人間性一個捨てて。よし、ちょっとじゃあ散策させて一瞬。でも果たしてお前の方に立って俺はボスを倒せるのか、お前の助けになれるのか。まあヘイト向くだけ。お前人、ただのおとり要因に使いやがってよ。いや、マジでお前一人でやったらそれが一番きついから。いや、確かに一人はマジできつい。これ余計だと思うじゃん、突っ込んでくっから一人。なんか扉があるよ、どっかに繋がってんのか。ムービーあった、倒してなかった。ちょっと待って、なんかヤバそうなんだけど、やたら。え、よく参りました、試練を超えた不死の英雄よ。なんかヤバいやつがいる。さあ私のそばに。え、お、なんかあの絵の癒しの人がいる。癒しの絵の人、さっき見た。嘘、グーネディ、太陽の光の王女だって。父が隠れてより、あとあなたを待っておりました。俺を待ってたらしい。え、あなたに王の器、王の器を授けてくれるらしい俺に。あ、それやばいよ、呪われるよ。灯火で転送ができるようになりました。
ああ、え、じゃあ何、別の灯火に行けるってこと？そうじゃない、めっちゃ、え、最強、お前それ一番、いっちゃ俺が欲しかったやつやん。ひざまずくわお前に、すごいひざまずいてるもん俺。俺も欲しいそれ。え、俺めっちゃ、そしたらさ何、じゃあいつでも下水道行ってさ人間性取れるってこと？そうなるね。そんな画期的なシステムかこの世に。あ、転送あるよ転送。5つしかないよ。変わり火ってもっとあったよね。ここの変わり火。あれは十分だろ。あれじゃない。じゃあちょっと。変わり火強くしたところじゃない。関係ないか。ごちゃごちゃ言ってんの。あ、あの、うわ。やばいよ、お前。すごいの手に入れた。じゃあ俺一回死んで。え、でもこれさ、お前の何、サインは人間のままじゃ受け取れないの？うん。文字じゃない。サインを書けないってこと？白いサイン漏石で。え、じゃあお前のボス倒さないとじゃん。え、じゃあ一回死ぬよ。もう一回あいつと戦わなきゃいけないのか。仕方ねえな、俺の方が住んでるから。頼むわ。ここに関しては何も言えねえわ。言えるだろ。なんでで。書いたよ、俺のサインが。おお。自分のサインを確認する。おお。お前人間ちゃんと書いたよ、このど真ん中に。あ、出てきたわ。俺が召喚されるとこ初めて見れるわ、人が。自分が。霊体となり、なんとか世界に召喚されます。これがお前の世界か。初めて来たわ。もう頼むわ。行くか。変わらないねこの景色。変わんねえよ。行こう。もう一回やつを倒すんだ。どう攻める？この世界はお前の自由だよ。俺はお前の亡霊や。うん。じゃあ左から行こう。いつも通り。これ俺のソウルにもなんの？なるなる。半額入ってくるから。ありがとう。なんで半額なんだよ。全額くれよ。リスクが。だって俺は俺の世界で全額入ってきてたでしょ、多分。お前がいても。アイテムも手に入んないから。なんだよ。おはははは、鍛冶屋が。お前んとこの鍛冶屋、なんか影になってんの。あ、お前、坂から去ってんじゃねえよ。え、やばい、お前来たぞ。やばい、やっと、あいつ来た。おい、侵入されてるよ。侵入されてる。よし、やるか。またしかもあれだよ、あいつ俺に全部くれたやつだ。どこにいんの？無視するか。ボスはさすがに入ってこないでしょ。上から来んじゃね。マジで？いいよ、ソラール呼ぼう。ソラールに戦わせよう。なんであいつ先来なかったんだよ。上行ってるよ。俺も行ってるよ。あ、ほんと？ソラール呼んだ。よし、行こう。ソラール来い、ソラール。行ったよ。あ、戻ったって。またこいつらかみたいな。お、騎士がいた。じゃあ俺進もう。あ、戦士来た。ソラール入ってきた。トボトボ。ソラール来てる？来てる来てる来てる。入ってきたよ。トボトボ入ってきた。ないんだけど。え、いるよいるよ。お前の方行ってない？俺の方来てる。目の前に騎士がいたから多分騎士になっちゃった。あ、いいや。やばい、あぶねえ。ソラール戦ってるよ、強いよ。やっぱ3人いると大強いな。投げてだいぶ楽だなこれ。どうしたわ。あ、マジ。あ、じゃあちょっと騎士から離れねえと。やべえ、めっちゃちょろいな。あ、ちょ、どこにいる？あ、なんそっちに来た。俺んとこにいたはずなのに。被験。俺のめっちゃ楽。俺の被験を食らえ。あ、と思った、舐めてたわ。お前死ぬね。お前が死んだらこの世界は俺なんだよ。お前の世界だよ。俺が、俺の世界か。だ、ある意味俺は楽に戦えるわ。ソラール、やれ、ソラール。俺がヘイトを買ってる。やばい。危ねえ。うわ。強いね。あ、死んだ。え、嘘だろ？死んじゃった。おーい、なんかすごい、もうこいつ、今、なんか天に、すごい、煽ってたよ、お前のこと。勝利のポーズした。相撲の方がいいな。そうか。相撲の方がいいでしょう。相撲の方が強かったけどな、俺的には。いやー、相撲の方がいいよ。あいつの方が可愛かったよ。可愛げがあった。俺またここに戻され、召喚したとこに。あ、でも俺はちゃんと、あれだわ、成果分のソウルはいただけるんですね。お、召喚された。いいね。あ、なんか、そこ消えた。バグってんだ。
鍛冶屋きめえな。なんでお前毎回鍛冶屋に話しかけんで。ミスター可愛いだろこいつ。挨拶してんの。ああ頑張れよっつってあ来たよ。こいつめっちゃ入ってくるやん。そうそうやっつけちゃうか。俺らの実力を見せてやる。あ向こう側にいるわ。何向こう側って。やばいやばい。なになにどうなったの。何が起こってんのよ。え出会い頭の事故でお亡くなりになった。お前の世界どうなってんだよ。やばいだろお前の世界マジで。でもボス来ないんだけど。来たよお前。俺の気持ちが分かっただろう。俺の気持ちも分かってたし、お前の気持ちも分かったわ。遅えな、召喚されんの。暇だな。だろ？いや、でもあれはしょうがないだろ。強いね。いいね。いいね。これが巨人族の腕。これは、巨人族の腕。巨人族の腕。あああああぶねん。おい、ここに道があった。あれ、死んじゃいねえよな。え、これ戻れる俺。ちょっと、見て。ん？これ戻れる？お前戻れねえな。ジャンプじゃねえ、こっちに。どうやって戻んの？ジャンプじゃねえ。あ、戻れた。よかった。ビビった、今死んだと思ったわ。でも死んでも俺はまあ大丈夫か。そう、お前は大丈夫だよ。なんでお前毎回話しかけんだよ。いらねえだろお前。でもそんな話してる間にお前パジーに侵入されるぞ。そうなんだよね。パジーじゃねえけどあいつ名前なんだか名前ねえんだよあいつ。七種のアンダーバーアンダーバーアンダーバー読めねえんだよな。ダブルアンダーバー、あ違うトリプルアンダーバー野郎。おおやべえ脳筋すぎるだろこの攻撃えぐっ。ホエール来たか。やばいジャンボくんがまたサボってんな、ソラール。なる、死にそう。あ、死んだわ。え、マジ言ってんの？お前死ぬなよ。え、本当に言ってる？うん。おい、なんで？お前自分の世界だとそんな死ぬんだよ。いやー、もうダメだな。なんだ？また今度だな。いや、すげえな。なんで？なんでお前自分の世界だと死ぬの？